時計遺伝子は外実リズムを司る遺伝子群を指す。動物ではピリオド、クロック、クリプトクロムなどが知られている。工場条件の下で時計遺伝子に変異が起きたモデル生物は外実リズムが保てなくなり活動にリズムがなくなったり短いリズムや長いリズムで行動するようになる。時計遺伝子とは 外実リズムの発生に必要な遺伝子の一群を指す。ただし、正式に定義されたものではない。時計遺伝子は発言に顕著な24時間リズムが見られるものが多い。一方で、時計遺伝子以外でも時計による支配を受け24時間リズムで発言振動する遺伝子も多く見られ、それらはクロックコントロールの人ンと呼ぶことも提唱されている。 なお、イタリックで、クロックジーンと記載された場合は、時計遺伝子全体ではなく、特定のクロック遺伝子を指す。最初の外実リズム変異動物は、ベンザーとコノプカにより1971年に報告されたピリオド変異体である。遺伝子は1984年に同定された。哺乳類での最初の時計遺伝子は、日系アメリカ人である高橋らが報告したクロックで、 ある。1994年に変異体が、1997年に原因遺伝子が報告された。なお、哺乳類で、最初の外実リズム変異はハムスターで1988年に、タウ系統が見つかっていたが、その原因遺伝子の特定は2000年であった。遺伝子発現のネガティブフィードバックループが提唱され、それが根幹と考えられている。動物では、 正の転写因子であるクロック、ブマル1複合体が E ボックス配列に結合して、負の転写因子であるパー、クライの転写を活性化する。作られた PER、クライ複合体が核に移行して、クロック、ブマル1複合体を抑制して、パー、クライの転写が減少する。ただし、黄色症状えではクライではなく、タイムレスが PER と共に核に移行する。 外実リズムの形成のためには、これらコア時計遺伝子以外にも多くの遺伝子が関与している。植物や赤パンカビでは、動物とは異なった時計遺伝子が働いているが、同様の転写フィードバックループが示されている。シアノバクテリアでは、転写フィードバックループに依存しないリン酸化の実による24時間リズムの維持が報告されている。 時計遺伝子産物である海区のリン酸化には24時間リズムがあるが、そのリズムは試験管内で海やケブ、海区のタンパク質と ATP を混合することでも維持されることが示されている。動物でも時計遺伝子産物のリン酸化リズムが知られており、時計遺伝子のリン酸化酵素の変異や PER などのリン酸化標的アミノ酸の変異は、 周期の異常を起こすことが報告されている。人間の時計遺伝子の解析により、PR2 遺伝子の一延期多形が睡眠症全身症候群の原因となる可能性が示された。時計遺伝子には外実リズム以外の働きが知られている遺伝子もある。パー2遺伝子のノックアウトマウスの解析では、がんの発生増加が報告され、 がん抑制遺伝子として働くと考えられる。細胞周期、DNA 修復と時計遺伝子は DNA 損傷の防止という点で太古の昔から関連していると考えられている。クロック遺伝子の変異マウスの解析、ブマル1の機能解析などから肥満との関与も注目されている。ありがとうございます。